こんにちは、ひろちゃん農園のひろちゃんです。今日は6センチのポットに植えていますおナスとトマトの苗がかなり大きくなりつつありまして、鉢の底に根が見え出してきましたので、老化苗にならないうちに一回り大きいポットに植え替えをしていきたいと思っています。老化苗っていうのはどういうことなの？老化苗っていうのは鉢の中に根がもうぎっしりととぐろを巻いて根が行き場がなくなることを老化苗と言います。どういうデメリットがあるの？老化苗になってくると根の働きが悪くなって、上にある野菜やお花が成長が著しく低下します。そしたら畑に植えた時に障害ということはないけど大きくならないとか？ならないことはないですが、遅い、遅れる。あ、スピードが遅くなる。遅くなる、うん、ホームセンターとかそういうとこで花買った時にポットで、うん、ひっくり返して植える時に見たら花とぐろぐるっと巻いてる時あるやん。ようあると思うんやけど、そんなんもやっぱり老化苗ということでなんか問題が出るわ。まあ、花屋さんでお花を買ってきた時に、植えてるポットの中に根をいっぱい張らして、お花をこうコンパクトに仕上げて見栄えを良くするという仕立て方をしていますけども、さらにそれを一回り大きなお花を咲かせようと思えば、もうそのポットではかなりの無理がありますので、一回り大きな鉢に植え替えることによって、新しい培土でまた根が養分を吸って一回り大きく花が咲いてくるので、綺麗なお花が楽しめると思います。そしたらそれは大きい鉢であったり地面に植えることによって花が一回り大きくなるというか、花芽がつきやすいということ？そう根が働きが良くなるので、新しい芽がどんどん出てきますので、一回り大きなこう株になってきますので、それがどん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 と大きくなって、やはりそれは根の働きと同等にこう上がってくるので、上にですから植え替えっていうのが大事になると思います。でもコンパクトなままでお花を楽しみたい時にはもうそのままでも大丈夫です。そしたら根の中は見えんけど、うん、上を見たら大体根の状況が分かってくると。そういうことです。鏡じゃないけど写し中という風な感じでイメージしたらいいと、うん、そうです、うん、なるほど。そしたら観葉植物とかあんまり大木になっても困るやん。そういうのはまたちょっと違う管理ということ？観葉植物のようにあまり大きく育てない場合には、そのままの鉢で育ててコンパクトに観賞します。1年ぐらい観賞するともう根がパチパチになってますので、もう一回り大きくするとまたちょっとは伸びますけども、観葉植物のためにはその植え替えっていうのも大事かなとは思います。あんまり観葉植物も植え替えはあんまりしない。大きい地面に植えたら大木になる可能性が、なるなる、それはなりますね。だからそれ管理によってちょっと変えるということだね。観賞の自分のこういう大きさにしたいっていうのがあれば、それに向けての土作りというか土の量が必要になってくると思います。それではおナスとトマトの苗を見ていただきましょうか。こちらがおナスの苗ですけども、もう下の穴から根が出ていますので、このままでももう1週間かそこらで定植する場合は大丈夫なんですが、まだまだ苗がおナスの場合大きく育てたいですので、老化にはまだなってないですけど、こういうになれば一回り大きいポットに植え替えた方がおナスのためにはいいと思います。成長が早くなります。このおナスは徒長していませんので、束がここですので徒長してないです。わかりますかね？はい、脇芽ももうこの双葉の横から脇芽も出ようとしていますが、わかりますかね？はい、健康にすくすくと育ってはいます。茎にも産毛がきれいに生えています。順調に育っていると思います。トマトなんですが、これはミニトマトのチカ CS チカです。 CF か CF チカですが、これがトマトの苗ですけど、トマトの苗も発芽した時は徒長気味のように見えましたけども、もう全然徒長はしていません。産毛もいっぱい生えてて健康には育っています。ただ鉢の底に根が回ってきましたので、まだ老化にはなってないですので、これを一回り大きい鉢に植え替えて、
さらに元気なトマトの苗を作っていきたいと思っています。お茄子の苗をこの6センチのポットに植えてます。種まきしましたお茄子なんですが、畑持っていくのに畑がまだなかなかできそうにないという時はこの9センチではなくてこの 10.5 センチ、さらにもう一回り大きい鉢に2回植え替えるか、もう最初からこちらに植え替えるかをすると根の張る場所が広くて夏の成長ももうちょっと大きく成長できるまで管理ができると思います。今回私はこの9センチのポットに植え替えますが、多分もう畑にこれで育苗した時にこのまま畑に定植できるだろうと思って9センチの方に植え替えます。なるだけこの梅土が少ない方がまたコーテコンというかになるので少ない方がいいかなと思って節約といいますかそれをしています。今日は9センチに植え替えます。多分これで畑直接いけると思います。はい、それではいつものように腐葉土を下に入れて土を、この梅土は育苗用梅土を先日購入してますのでそれを使ってその中にこのようにこう根が表出てるのを、もう根の先がほらちょっとやっぱりこんな枯れてくる、だからこれをなるだけ早めに植え替えちゃった方がまだ老化苗にはなってない、ちょうどぐらいのこういう若苗を植え替える方がお茄子のためにはいいと思います。そしてこの周りに土を入れていって縁周りに土がよくなじむようにちょっとポンポンと叩いて土を周りに詰めていきます。これで終わりです。これでまた根が伸び伸びと伸びてきて上も成長しやすいと思います。次にこのトマトなんですが、トマトも発芽した時は徒長のように見えましたけども徒長してないです。まあここに大玉トマトの苗が発芽したばかりでまだ双葉が出たばかりですが、これだけを見ると徒長のように思えるかもしれませんが、このミニの方の双葉までの間長さとこの大玉トマトの双葉までの長さがほぼ同じぐらいですので見ていただいたら分かりますよね。あんまり変わらないということは、これで周りがもうちょっと大きくなってくると、今は小さいから徒長のように見えますが茎が大きくなれば徒長でないというのが分かると思います。徒長苗っていうのはさらにこれが倍ぐらいにここまで茎が伸びた時が徒長苗ということになりますので、まあこれも徒長でないし大玉も徒長苗にはなってません。まあ徒長苗になった場合は長い分を土に埋めていけばいいですので苗で植え替えの時に、まあ、そんなに気にすることはないと思います。ではトマトの方も植え替えをしてみます。同じように腐葉土を下に入れて、まず下に根が張れるように梅土を入れて、そしてこのトマトの苗を下には根は張ってますが、横はまだそんなにぎち詰めになってるわけではないですので、これぐらいの若苗で植え替えるとお茄子が成長しやすいと思います。トマト、まあ、何でも若苗で植え替えるっていうことが大事かもしれませんね。畑持っていく時もあまり老化になって植え替えると根の働きが弱りますので成長がちょっと遅れるという、若苗で植えるとやはり根の働きがいいですのでこのようにして植え替えをします。お茄子より若干ここを上に埋めてもトマトは茎から新しく根が出やすいですので、まあ若干土を着せてもいいかなと思います。このようにして一回り大きい
ポットに植え替えます。お梨とトマトは今すぐには植え付けませんので、だいたい高知でいうと田植え終わった後1週間か10日ぐらいして寒波が来て稲が焼けるいうのが毎年ありますので、その寒波を過ぎてからもう暖かくなった頃に定植をしたいと思っています。特にトマトの方は花芽が確認できてから畑に植えるようにしたいと思っています。というのは花芽が確認できて畑へ定植をして実が止まることを確認すれば、そしたらさらに上の方につく実が確実に実が止まるっていうのが、そういう性質がありますので、1段目に花が咲いても花が落ちてポロポロ落ちて止まらない場合がありますので、多分それは窒素型によることだと思いますが、花芽が実を止まったことを確認すると2段目3段目4段目と花が咲き実も止まりやすくなるという性質を持っていますので、まあ、そのような作り方を知っていくために、まず育苗中に花芽が見えたという段階で畑に定植をします。そして定植をした後花が咲いて実が止まることが一番大事ですので、あまり窒素分を与えない、そして確実に実を止まらせて2段目3段目へと実を止まらすような育て方をしていきたいと思っています。最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。いいねボタンもお願いします。すぐ忘れる。どうもありがとうございました。ニコ。今日はあんまり笑いがなかったね。そうあった、はい、いや分からんけど、はい、一生懸命やってますので分かりません、はい、ありがとうございました。ニコ。こちらがおナスの苗ですけども、もう下の穴から根が出ていますので、このままでももう1週間かそこらで定植する場合は大丈夫なんですが、こんな枯れてくる。だからこれをなるだけ早めに植え替えちゃった方が、まだ老化苗にはなってない、ちょうどぐらいの、こういう若苗を植え替える方がおナスのためにはいいと思います。そしてこの周りに土を入れていって、茎から新しく根が出やすいですので、まあ、若干土を着せてもいいかなと思います。このようにして一回り大きいポットに植え替えます。いいねボタンもお願いします。すぐ忘れる。